神宮外苑近辺の航空写真。1989年度撮影。案内図は画像、神宮外苑エア 2.jpg。クリップ神宮外苑近辺の航空写真。明治神宮外苑は東京都新宿区霞ヶ丘町、港区北青山にある洋風庭園である。明治神宮の敷地内。通常は略して神宮外苑と呼ばれることが多い。 衣装として、神宮の森とも呼ばれる。明治天皇、昭憲皇太后の遺徳を長く、後世に伝えるべく、民間有志によって造成され、明治神宮の外苑として1926年に、奉険された。内苑が、日本風であるのに対して、外苑は、西洋風であるのが特徴。広大な敷地の中に、聖徳記念絵画館や明治神宮野球場がある。 なお国立霞ヶ丘競技場は第二次世界大戦前は外苑競技場として外苑の施設であったが1956年に文部省に移管され現在は神宮外苑に含まれない。明治45年、明治天皇の崩御後東京都内に明治天皇を記念する施設を建設する意見が相次いで出されたことを受け事実上それらすべてを包括する形で 青山連平城跡地を明治神宮の外苑という形で公園として整備、各種施設を置く形をとった。青山連平城は明治天皇の大葬儀に際して相乗殿の儀が行われ、棺が安置された場所であった。着工された大正7年に策定された当初の開発計画では、聖徳記念会画館、相乗殿子記念物、憲法記念館、 陸上競技場の4施設のみが計画されていたが、スポーツ熱の高まりを背景に1924年に計画が変更され、野球場、水泳場、相撲場が設けられることになった。明治神宮造営局主任技師の折下義信により、銀南並木が設計された。造営計画では、神社が置かれる内縁は国費で賄われるが、外縁については、法産会が、 全国からの寄付金を取りまとめる形で資金を捻出した。これは、神宮創建のきっかけが、明治天皇を記念する施設を求める国民の声であったことから、明治神宮は国民の神社であり、記念施設は国民の寄付によって賄われるべきである、という考えによるものである。寄付額は予算をもとに、全都道府県、外地、在外法人などにそれぞれ割り当てられたが、 東京都の200万円を筆頭にすべての自治体が目標額を達成した。さらに、対象8年に工夫賃金が上昇して予算が逼迫すると全国各地の青年団が勤労奉仕として造営に加わった。この時点で内縁はほぼ完成していたため主な奉仕の場所は外縁であった。これが後に日本青年間の設立につながっていく。造営作業は 関東大震災による中断を経つつ、大正15年に完了、神宮への封建式が行われた。戦後、銀南並木の道路用地は東京都に移管され、競技場はアジアオリンピック開催に備えて、国立競技場として文部科学省に移管、改築された。これを除けば、明治神宮外苑の全体は、明治神宮が管理しており、広く国民に解放され、 都心における大規模で貴重な緑とオープンスペースになっている。特に銀南並木は東京を代表する並木道として知られている。ありがとうございます。